皆さんこんにちは。ドラフト1位で読売ジャイアンツへ入団し、新人王や完全試合達成など記録にも記憶にも残る名選手となった牧原ひろみさん。引退後も陽気なキャラクターで人気を集め、スポーツ番組だけでなくバラエティ番組に出演しています。一方、表に出てこない妻や子供、兄の逮捕など家族の話も関心を集めているという。そこで今回は牧原さんの家庭について調査しました。またファンからの注目はプレーだけでなく自宅や株などの噂にも及んでいます。合わせて牧原さんの金銭面についても調査しました。まずは簡単なプロフィールからご紹介いたします。本名牧原ひろみ、生年月日1963年8月11日、出身地愛知県半田市、身長187センチメートル、投球打席右投げ右打ち、ポジション投手、所属球団読売ジャイアンツ。現役時代はミスターパーフェクトと呼ばれた元プロ野球選手の牧原ひろみさん。1982年大分高校からドラフト1位で読売ジャイアンツに入団。翌83年には初登板初完封を達成するなど12勝を挙げ新人王を獲得。当時の日本最速である 155km 毎時を記録しました。斉藤正樹投手、桑田真澄投手とともに先発三本柱として90年代の読売ジャイアンツの投手陣を支え、コンスタントに勝利数を積み重ねた一人です。1994年5月18日の広島東洋カープ戦でプロ野球史上15人目の完全試合を達成。その後完全試合の達成はなく、20世紀最後で平成唯一の達成投手となっています。1998年シーズン途中からはリリーフに転向し、2001年に現役を引退。現在は野球解説者やタレント、YouTuber として幅広く活躍されています。そんな牧原さんの奥さんは一般女性だそうです。まずは牧原ひろみさんを支え続けている愛妻について見ていきましょう。牧原さんの妻は柴田恵美子さんという女性で、結婚をした時期は1988年とされています。ミスターパーフェクトがどのような女性を射止めたのか興味はつきませんが、恵美子さんは一般人ということもあって名前以外の個人情報は公表されていません。ただ2014年6月に放送された私の何がいけないのに出演した際、牧原さんが株取引にお金を注ぎ込んでいることに対して不満を口にしていたそうです。現役時代から相当な額を投資に注ぎ込んでいるらしく、ロケ中に保有株が暴落したことがネットニュースになっていました。江川拓さんや河合俊一さんも株取引にハマっているそうなので、もしかすると勝負師の血が騒いでいるのかもしれません。しかし恵美子さんは株取引がひどすぎて離婚を考えたこともあったそうなので、投資との付き合い方を少し見直して家庭を優先した方が良いでしょうね。息子や娘についてあまり語られることがない牧原ひろみさん、一体どんな人なのか見ていきたいと思います。牧原ひろみさんは妻恵美子さんとの間に一男一女を授かっており、内訳は第一子が長女の加堀さん、第二子が長男の周馬さんです。二人の詳しい生年月日は公表されていませんが、過去のプロ野球選手名鑑によると、加堀さんは1988年に、周馬さんは1994年に誕生とされていました。ひろみさんの息子であれば学校で野球をしているかと思いきや、目立った情報はなかったので野球には携わることなく社会人になったと考えられます。もっとも格別な才能や成績でなくとも、牧原2世であればメディアに取り上げられてしまうので、それを嫌がってしなかったという可能性もあるでしょう。また娘の加堀さんについても情報は明らかにされておらず、話題に出ているのはひろみさんが一緒にモーニング娘。のライブに行ったことを明かした程度でした。子供たちの結婚や孫の誕生も気になるところですが、年齢的なものを考えれば独立して自らの家庭を築いていたとしても不思議ではありません。結果的に子供たちについて多くの情報をお届けすることはできませんでしたが、それだけ平穏無事で平和な家庭だったということもできるでしょうね。続いて牧原ひろみさんの兄郁美さんの逮捕について見ておきましょう。郁美さんは3つ年上の兄で、小さい頃は一緒に発泡スチロールで作った球でキャッチボールをするなど仲の良い普通の兄弟だったそうです。ただひろみさんと違って本格的に野球を始めたという形跡は確認されていません。一般人ということもあって話題に出ることはありませんでしたが、2002年9月5日に自販機荒らしで逮捕されたことが報じられて大きな注目を集めました。一部では実家の電気工事店を継いだのでは
との声もありましたが、報道では実家を出て音信不通だったと紹介されていたので家出状態だったと言えるでしょう。動機については生活が苦しく金が欲しかったと供述しており、他にも複数の余罪や数百万円の借金があったことが判明しています。生見さんは2年後の2004年5月16日に自販機荒らしで逮捕されていますが、この時は警備員の頭をバールで叩いたことから事後強盗の罪になっていました。2度目の事後強盗は5年以上の有期懲役と罪が重いこと、さらに初犯からの間が短いことを考慮すると実刑判決を受けて刑務所に収監された可能性が高いでしょう。しかしその後は3度目の逮捕というニュースは確認されていないので、生見さんはひろみさんや家族のサポートによって更生できたと信じたいですね。続いて2億円以上とも言われる牧原ひろみさんの自宅について見ていきましょう。牧原さんの自宅は高級住宅街として有名な東京都世田谷区にあり、近くには桜の名所として広く愛されている碇公園があるそうです。自慢の自宅はヨーロッパ風のおしゃれな3階建ての戸建てで、間取りは 7LDK で寝室は20畳、さらにはワインセラーまで完備しているという豪邸。牧原さんが自宅を購入したのは入団8年目となる26歳の時ですが、その若さで2億円以上と言われている物件を購入したのは、活躍に加えて結婚をしたことも大きかったと考えられます。2023年現在も築30年以上が経過しているとは思えないほど手入れがされており、ミスターパーフェクトの自宅にふさわしい佇まいを垣間見ることができました。続いて牧原ひろみさんが会社の社長をしているという噂を見ていきます。お金関係に関心が強い牧原さんが起業して社長になったとしても不思議ではありませんが、プロフィールに社長という肩書きを見つけることはできませんでした。そもそも一体どこから社長説が流れたのかが気になったので調べてみると、ツイッターに会社の社長が牧原ひろみという極めて直接的なツイートを発見しました。投稿者の知り合いの勤務先の社長が牧原さんということですが、会社名や詳しい業種などについては触れられていないので信憑性も定かではありません。しかしながらわざわざ牧原さんが社長という嘘をつくメリットも見当たらないので、何かしらの会社を経営している可能性は否定できないでしょう。とはいうものの、この件は不確定な情報が多いので継続調査という形にさせていただきます。最後に牧原ひろみさんと株取引について見ていきましょう。長年江川拓さんが牧原さんに株取引を教えたという噂が流れていましたが、2022年4月に公開された YouTube の動画で株もカーブも教えてないと否定していました。ただ日常的に会話をしていれば自然と趣味や投資の話題が出ても不思議ではないので、日々の言動や何気ない会話から影響を受けたとも考えられます。実際の株取引について牧原さんは動画の中良くはないと明かしていますが、この点も師匠である江川さんに似ているのかもしれません。しかし野球選手にとって縁がなく難しい株取引に牧原さんがどっぷりとハマっているので、才能は別として勝負師の性格は投資にも合っていたのでしょう。詳細な損益については公表されていませんが、老後のこともあるので生活に支障が出ない範囲で楽しんでほしいところです。そんな牧原さんですが、現役時代は19年で約18億5000万円という年俸を得ていました。引退してからの経済状態がどのような感じなのか気になってしまいますよね。何かヒントになるような情報がないか調べると、2014年に出演した私の何がいけないのの中で年収は2000万円と明かしていました。仕事内容は野球解説やスポーツコメンテーターなど大きく変わっていないので、現在も2000万円前後の年収を手にしている可能性が高いでしょう。また2021年2月には自身の YouTube チャンネルミスターパーフェクト牧原を開設し、親しい選手とのコラボレーションで人気を博しています。 YouTube の収益は公開してはいけないので予想の域は出ませんが、 13.4 万人のチャンネル登録者数や再生回数を踏まえると年間で1000万円ぐらいになるそうです。その他にも様々なメディアでのゲスト出演や熱を入れている株式の配当金などもあるので、大まかに言って3000万円ぐらいの年収があっても不思議ではないでしょう。趣味と実益を兼ねた YouTube 配信は見ているこちらとしても非常にありがたいですが、再生回数を狙った炎上系や暴露系には手を染めないでいてほしいですね。いかがでしたか。今回は牧原ひろみさんについてまとめてみました。読売ジャイアンツの元エース投手で現在は野球解説者やタレントとして活躍中の牧原さん、
今後の活躍に注目していきましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。